劇画工房ご案内常に世の中は移りつつあります。鳥羽草侶に端を発したと言われる漫画界も日進月歩。昭和になって大人漫画と子供漫画とジャンルが二分され大人漫画の中でも政治漫画、風俗漫画、 家庭漫画ストーリー漫画と樹木のごとくそれぞれ方向を意図するものに分かれました子ども漫画の世界でも同じくその読者対象によってその分野が広がりました戦後手塚治虫を主観とするストーリー漫画が急速に発達し子ども漫画の地位が向上進歩の一途をたどりました 最近になって映画、テレビ、ラジオにおける超音速的な進歩発達の影響を受け、ストーリー漫画の世界にも新しい息吹がもたらされ、新しい気が目を吹き出したのです。それが劇画です。劇画と漫画の相違は技法面でもあるでしょうが、大きく言って、 読者対象にあると考えられます。子供から大人になる過渡期においての娯楽読み物が要求されながらも出なかったのは、その発表期間がなかったことに原因していたのでしょう。劇画の読者対象はここにあるのです。劇画の発展の一助は歌詞本屋にあると言ってもいいと思います。 未開拓地、劇画。劇画の前途は洋々たるものがあります。それだけにたくたなんなこともありましょう。ここに望まれるのは劇画ライターの一致協力です。この趣旨に基づいて、この度 T.S. 工房、関西漫画家、同人、劇画工房が合併。 同志の劇画ライターが協力、新しいシステムによって、劇画工房なる機関が発足しました。劇画工房のあり方というものを理解くださって、処刑のご声援をお願いします。劇画工房、斎藤隆夫、佐藤正明、石川文康、桜井翔一、 辰巳義弘、山盛進、計元光。